ガソリンの平均価格は1リットル当たり184.8円で18週ぶりに値下がりに転じました資源エネルギー庁によりますと今月11日時点のレギュラーガソリンの全国平均価格は1リットル当たり184.8円でした最高値を更新した前の週に比べ1.7円安くなり18週ぶりに値下がりしました 政府は今月末までだった補助金を年末まで延長し先週7日から段階的に拡充しています全国平均価格を来月中には175円程度に引き下げる方針です